そういうの本当にあるものなんだな。みたいだな。ここまではっきりと感じたのは初めてだけど。ヒロトが相槌を打ちながらコーヒーに口をつけた。俺もおごってもらったコーヒーを飲む。全然、初日と会話内容違う。明らかに雰囲気の違ったやつを目の当たりにしてるやつのそれだわ。なんだよ。苦くないのか。あ、この話したな。え、未来人トーク、もう終わり。敷かれたレールの上を走り始めるの？また？砂糖を入れる方が苦手なんだよ。酸味が際立つような感じがするから。なんでお前まで引っ張られてんだよ。お前が唯一会話の方向性変えられる人間なんだから、お前がそのレール乗っかっちゃダメだろ、絶対。試しに一口もらってもいいか？こぼすからやめとけって忠告しとけば。そしたらレール変わるから。そんな嫌そうな顔するなよ。そこまで無理にもらおうとは思ってないから。いや、そうじゃない。おごってもらったんだから、それぐらい気にしない。お、じゃあ、一口。気をつけて飲めよ。こぼさないようにな。パンチ弱くね、ちょっと。もうお前未来人キャラクターなんだから、お前がコーヒーを飲んだら絶対こぼすよぐらいの勢いで忠告しとけばいいじゃねえか。子供じゃないんだ。わかってるよ。自分のコーヒーを横に置き、ヒロとかカップを受け取る。そして、一口飲んだ。苦っ！全部一緒。お前二回目のそのリアクション面白くないって。体をのけぞらせた衝撃でカップが倒れてコーヒーがこぼれた。ほら言わんこっちゃない。今日だけは主人公の言う通りにしとけよ。まあ、パンチ弱かったのは否めないけどさ。やっちまった。なんで同じ文言でリアクション取れる。お前のボキャブラリー少なすぎんか。だから言ったのに、備え付けの布巾を取りに行く。やっぱりコーヒーをこぼした。あ、まだ主人公の中では確証を持ってないから、こういうので一個一個検証していってんのかな、もしかしたら。これでいよいよ夏目が現れ出したら、自己回避のフラグが立ったと言っても差し支えないね。悪いな。別に謝られることじゃない。にしても、お前よくこんな苦いの飲めるな。それやったそのコーヒートークもうやったからいいって。はぁ、もったいないことしちまったな。俺が代わりを。どうした？いや、それよりも、代わりを買うなら、俺が出そうか？あ、今回はコーヒー、ヒロトに買わせに行くんだ。これは、夢通りの現実を目の当たりするのが怖くなっちゃったのかな？珍しいな。奢られた分を返すだけだ。遠慮はしなくてもいいぞ。そうか。なら、ありがたく。あ、財布から100円を取り出し、ヒロトに渡す。じゃ、ちょっとは行ってくれ。おう、コンビニに向かう背中を、俺はそのまま見送った。正直なところ、コンビニに行くのが少し怖かった。あ、やっぱそうなんだ。まあ、それはこれで夏目が後ろから現れ出したら、もういよいよ自分が死ぬことが確定された未来を目の当たりにしてるもんね。もしコンビニに四季夏目がいて、砂糖を7本とコーヒーミルクを2個使ったら。あのシーン伏線だったのえぐいな。砂糖が8本でもコーヒーミルクが1個でもダメだもんね。次々に夢が再現されていくのが怖くて確認する勇気が出なかった。でもいろいろ確証を得ないと。お前この後信号で死ぬぞ。そこ回避できる自信あんの？もし四季夏目がいてこのまま夢が再現され続けたら最後には俺は死ぬことになる。デジャブ、予知夢、正夢、そんなバカなことがあるわけない。おいお前の肩書きはなんだ？ユズソフト製エロゲ主人公だろ？じゃあファンタジーなんて当たり前の日常なんだよ。そう思っていても喉に小骨が引っかかったみたいな違和感がずっと残っている。すんなりただの夢だと飲み込むことができないでいた。あの夢が妙にリアルだったのが原因だよな。まあもう前提条件を取っ払って夢ではなかったオチがしっくりくるけどね。まあその場合死に戻り説が有効になるわけだから嫉妬の魔女が関与してるわけだけど、あれリゼロのスバルクの能力付与したのって嫉妬の魔女だよね。ああ、でも、やっぱり気になる。四季夏目がいたのか？いなかったのか？意識しないようにすればするほど余計に気になってきた。ただいま。早いねお前夏目を目の当たりにしたら躊躇なく声かけそうな見た目してるし、夏目には合わなかったのか？もしかして。ん？どうした？気分でも悪いのか？いや、なんでもない。早かったな。コーヒー買うだけだからな。あ、なるほどね。夏目に先にコーヒーを入れさせずに、ヒロトがさっさとコーヒーを買ったっていう世界線なのかな、これは。あの時主人公は夏目に先にコーヒー入れるよう促したから、あのシーンが見れたわけだしね。その、ダメだ、聞かなかったら余計に気になってくる。ちょっと怖いもの見たさみたいなところあるもんね、これ。ん？なんだよ。コーヒーを買いに行った時、他に客がいなかったか？いや、俺一人だったけど、それがどうした？おや？おかしいぞ。これはちょっと時系列が変わってるからなのか、一回目の記憶通りにことが進まなくなってるのか、どっちなんだ？間違いないか？ああ、間違いないよ。そうか、そうか、誰もいなかったか。気持ち悪いこいつ。なんだよ。なんで急にテンション上げてるんだ？いや、なんでもない。誰もいなかったならいいんだ。変なやつだな。本当に大丈夫なのか？なんか頭の心配する始めたな。体調悪そうとかそういう気持ちじゃないじゃん、すでに。ああ、問題ない。今大丈夫になった。やっぱり気有だったんだ。こっちからすると、浮き沈みが大きすぎて心配になるんだが。そう、うつ病だよ、きっと。ごく日常的な風景だから気にしないであげて。気にするな。そんな日もあるさ。ああ、いいけど。それよりさ、いいバイトを知らないか？コンビニのバイトはやめたのか？前期の試験前にな、店長と喧嘩して、なんか遠くないよ、また元に戻り始めてないか？
せっかく1回目の記憶通りにことが進まなかったのに、フォークが若干寄っていってないか。ご愁傷様、すまんが力になれそうにない。これで言うとやっぱりヒロトの姉ちゃんにバイト先紹介してもらうとかそういう感じではないんだ。なんかてっきりステラにヒロトの姉ちゃんが就職してるもんかと思ってたけど、いいさ、聞いてみただけだ、気にしないでくれ。学生課の方は覗いたのか。一応バイトの情報もあっただろう。あそこで紹介してくれるバイトって期待できないのばっかりだからな。どうせ暇なんだ、確認だけでもしといたらどうだ。なるほど、ここでステラを発見するって流れなのかな。もしかしてヒロトの姉ちゃん関連ではないけどヒロト関連なんだな。そうだな、確認だけなら損はないか。よし行くか。あ、四季夏目だ。ドキお前なんてこと言うんだよ。さっきまでそう状態だったのに鬱状態になっちゃうだろ。うん、学生課に向かう途中コンビニの中を軽く覗いてみた怖いって。まあでも一瞬だけ軽く覗くぐらいだったらシュガーセック何本入れたかとかコーヒーミルク何個入れたかとか判別できないからね。まだ大丈夫かなあ、ここかこれから入れるフラグかじゃあ1回目通りになってるわこれ。店内でむせている姿を見てまた背中に嫌な汗が流れた。もうこうなったら横断歩道を渡る時間をずらすしかないヒロトと一緒に履修していない授業を参加するしか方法ないぞ。そして彼女は砂糖に手を伸ばすあのお前見ちゃうんだよまだ違うかもなって可能性残しとけよ。なんで事実の裏付け取ろうとする。そうか、落ち着いて考えれば当たり前のことだった。四季夏目がいなかったのは単純に時間のズレがあっただけなんだ。つまり時間のズレによって未来が変わるかもしれないってことだよね。いやこれは絶対にヒロトの金魚の糞になって今日はずっと一緒にいた方がいいかもしれない。夢の再現はまだ続いているらしい。その後の講義は続かなく終了した。講義の内容はもちろん夢と同じだった俺も知らないところでどんどん信憑性増してやがる講義の内容一緒なんで嫌だな。夢が再現されれば次に起こるのは、なんでお前来ちゃうんだよもうすでに死にたいやつじゃんそれは。俺は事故の現場を訪れた。まだ事故の現場じゃないけどね曰くはまだないよ、これから着くだけで。あの時死んでしまった場所、本当ならここには近づかない方が安全だ。死にたくない、事故にも会いたくない。だがこれまでの通り再現されて事故が起きたら危ないのは俺だけじゃない。え、この状況で自分の命だけじゃなくて他人の命も配慮することができるの主人公、なんかすんごい人格者だね。夢では確認なんてしている余裕はなかったが、被害者は他にもいた可能性は高い。見て見ぬふりできるほどの大胆な性格でもなく結局来てしまった。とはいえこれから車の事故起きますよ、横断歩道渡らないでくださいねってアナウンスしたところで誰も聞く耳持たないと思うけどね。ああたまにいる変なやつかぐらいに収まってしまうけど、事故を止められるのならと思ったけど、そもそも衝突事故を止める方法なんてはっきりと時間を覚えてるわけでもないから正確なタイミングもわからない。警察に電話しようかとも思ったが、未来の事故で根拠が夢、まあ、仮に事故が起きて犠牲者ゼロになったところでお前が仕組んだのかって警察官に尋問されるのが落ちそうだよねこれは。まあ、そもそも信じてくれなそうだけど、いたずら扱いされるのが落ちだろうな。とにかく何か変な音がしたらすぐに動けるように覚悟しておこう。よし、俺はその時を待った。それは思ったよりも早く訪れた。あ、やはり1回目通りの状況になったね主人公反復横跳びの準備しとけ。激しいブレーキの音だが衝突音はなかった。車が突っ込んでくることもない。おや、1回目通りではないだと。なんでここだけ違うの微妙に。その代わりに苛立ちを表すクラクションの音が鳴り響いていた。確認すると車が単独で停止していた。お前何やってんだよ何やってんだよっていう突っ込みは違うかもしんないけど、ここは事故する場所だろ。おい危ないだろ。交差点内で突然止まったことで軽い揉め事が起きてるようだが、俺が見た事故は起きなかった。なんで微妙に未来変わってんだ。え、主人公が何かしたわけじゃないよねこれ。第三者による介入か。もしかしてロリアシストキャラクター登場。少し揉めていたみたいだが、車の流れはすぐに正常に戻る。あの車一瞬のことであまり自信はないが、俺を跳ねた車に思えるなんかひき逃げ犯特定してるやつみたいになってるつまりあの夢が再現される可能性もあったけど、事故は起きていない。夢の再現ではなくなった。なんでここだけ違うんだろうね。まあ、ここだけ違ってくれれば主人公の命は保証されてるから別に問題はないんだろうけど、呆然と立ち尽くしていると不意に背中に視線を感じたような気がした。振り返るとそこには一匹の猫がいた。灰色の、おそらく野良猫だろう。これはロリアシストキャラクターなんじゃないかサノバウィッチのナナオみたいな感じで猫に変身してる人間なのかもしんない。あいつは人間じゃねえけど、こんな猫は夢には出てこなかった。まあ、実際にはお前が意識途絶えそうだったから猫が訪れたことに気づいてないだけかもしんないけどね。1回目の状況でも猫はいたんじゃないか。実はその猫がこちらをじっと見つめている。まるで俺に視線を送るみたいに明確な意思を持ってるかのような瞳がまっすぐこちらを見つめていた。はよ美少女になれ、はよ美少女になれ見つめるのもういいから、スタングレネードからのロリ登場のシーン訪れてくれ。夢とは違う流れを生み出した。あの猫の存在が気になって仕方なかった。あ、その猫がやっぱり元凶というか1回目の状況通りにならなかった要因だったりするのかな。気づけば猫の後を追うように交差点に向かって歩き出した
こいつ死神なんじゃねえか。こうやって、ああ、事故起きなかった、よかった、つって、安心しきって、横断歩道を渡った瞬間に引かれることを想定して、交差点に誘導してんじゃねえか、この猫。そんな俺の動きに気づいたからだろうか。猫は前を向いて、ゆっくり歩き出した。やっぱり変だ。引かれねえのかよ。あれで猫を追った先に車が登場する流れだと思うじゃん。猫なのに狭い隙間などに逃げ込むこともなく道をゆっくり歩いていた。俺が歩きやすいところを進んでいるみたいに何かに導いてくれてるんだろうね、この猫は。この先がステラとかそういう感じかな。そしてたびたび俺がついてきていることを確認するように振り返る。俺を導くみたいな動きに見えるのは気のせいなんだろうか。猫の後を追い続けてるうちになんだか人気のないところに来た気がする。じゃあステラちゃうか。喫茶店を構えるんだとしたらそんな人気のないところに店開くわけないもんね。さすがに店の経営として頭悪すぎるもんな。カフェステラと死神の蝶